開古神社は、長野県小諸市にある神社、小諸城市公園、開古園の主要部の地主でもある。1881年4月に、小諸城跡を開古園として整備した際に、旧小諸藩の氏族らにより、同藩を治めた牧野市の歴代藩主の霊を、藩政時代から、木内の神樹神として祀られていた、天馬宮、ひたましい社と合祀して、現在地に混流された。 現在の社殿は1987年11月に改築されたものである。神社本庁に所属する宗教法人開顧神社として、うじこ数約50名を中心に運営されている。鏡石開顧園内にあり、球場の本丸に建てられている。参拝には開顧園の入場料が必要となる。社殿の傍らには、小室城の縄張りをしたという伝説がある。 山本勘助が愛用したと言われる鏡石が置かれている。この鏡石と山本勘助を結びつける資料学的根拠は存在しない。宗教法人解雇神社は小室公園の地主であるため小室市から賃料収入を得ている。平成25年から26年、小室市の一部行政用語に宗教法人解雇神社との関係において誤解を招く。 不適切な表現があり、政教分離上問題とされた。また牧野直人代表は、2011年12月の、東新ジャーナルの取材に対して、有料化は、市からの要請で始まった。土地賃貸の代金は入園料からで、税金からは支出されていない。市の要請で定額になり、積立金は土地代を分割したもので、返還の必要はない。受け取った代金は、 上古間人件費、三の門維持、採点、火災保険料などに使用し、近い将来、三の門の修理には巨額の費用が必要になる。当初の20%相当額の支払いだったら、累計でもっと金額が高くなるため相当譲歩していると語っている。柳田市長の在職時には、毎年宗教法人解雇神社の例大祭に、 市長交際費から後、霊園を支出されていた。市長交代後は、市長交際費からの支出は見られなくなったが、市議会議長交際費からは、霊体祭での支出が続いている。ありがとうございます。